堺黒彦王子は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書期では、堺黒彦王子のほか、堺黒彦王子、古事記では、堺の黒彦王と表記される。堺は一説に地名。第十九代、陰行天皇の御子である。日本書期古事記によれば、第十九代、陰行天皇と、皇后のおしさかのお中津姫との間に生まれたご男、四女のうち、 三番目に生まれた巫女である。同母兄弟に、木梨家王子、安康天皇、八つ白彦王子、有楽天皇がいる。日本初期、有楽天皇期によれば、安康天皇3年8月に、安康天皇が、迷わおうによって殺された後、有楽天皇は、同母兄弟の八つ白彦巫女と坂井黒彦王子を共犯者として疑った。八つ白彦王子は、 有力天皇に切り殺され、同じく殺されそうになった坂井黒彦王子は、迷わ王と共に、カツラギノ園の邸宅に逃げ込んだ。カツラギノ園は、食材として、娘と七を献上しようとしたが叶わず、有力天皇は火を放って、カツラギノ園、迷わ王、坂井黒彦王子を焼き殺したという。この時、坂井辺の連、ニエスクネが、ニコの意外を抱いて焼き殺され、 そのトネりが回収に当たるも遺骨を選別できなかったため一つの棺に入れて新刊本南宮に合奏したという。古事記、安光天皇団では安光天皇が迷わぬ王に殺されたことを知った大発世王子が黒飛行のところに行って天皇が殺されたことを告げたが黒飛行は驚きもせずに生き切らない態度を示したため 大発瀬王子は怒ってその場で黒彦王を斬殺したとする。堺黒彦王子母母は、宮内庁により、奈良県吉野郡大淀町大和財町にある堺、黒彦王子母に事情されている。宮内庁上の形式は遠急遺跡名は、ジオウ古墳堺黒彦王子について、前述のように、日本書紀では、 新刊本南宮に埋葬したとするが、江戸時代の安政年間に原墓に事情され、これが現在まで踏襲されている。一方、山和市では天狗森と俗称される今木南側の丘陵地に否定する説を挙げる、坂井黒彦大地母に関するカテゴリー、ありがとうございます。